ជំរាបសួរសាស្ត្ររៀនខ្មែរជាមួយនិតថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំជប់សម្រាកដោយសារតែបុណ្យអុំទូកហ្នឹងហើយបុណ្យអុំទូកអីគេដែរបុណ្យអុំទូកគឺមីសមាត្រីហើយកម្ពុជាអ៊ីម៉ារេងឃ្យូដេសមីកាកាមូយ៉ាស្មីម៉ាស់ដែរそのមីសមាត្រីは毎年日にちが変わります。今年は11月7日から9日ま、9日までです。で、今日は9日ですので、まあ、ちょっと最後の日なんですが、ちょっとビデオを作りたいです。本当の、そのカンボジアのお祭りの名前は、ボン・オム・トゥク・ボンダイ・プロティプ・オ・オム・ボク・ヌン・サンペ・プラカイ。長いですね。で、結構、よく言うのは、ボンオムトゥク、ボンオムトゥク。そうすると、まあ、日本人はもう、水祭りだけ言うなんですけど、でも、カンボジアのその水祭りは、その水祭りだけじゃなくて、その中に、灯籠を置き、オンボクを飲むと、お月見もあります。なぜなら、ボンオムトゥクは水祭りですね。ボンダイプラティプは、ボンダイプラティプ、プラティプ、プラティプは、トーロー。ボンダイはウキ。で、トーローを置きます。オーオンボク。オーオーはなんか、食べるの感じるけど、でも、なんか、水のみたいに飲む感じる。なんか、入れる。そのオンボクを口の中に入れる。というイメージ。バナナと一緒に食べる。で、まあ、オンボクを食べる、あるいはオンボクを飲む。ちょっと日本語わからない。オーは何というかわからないけど、まあ、そういうオンボク。オンボクはなんか特別な、なんか玄米でできたものはオンボクと言います。ヌンはと、で、サンペアプラカイはお月見です。サンペアプラカイ。サンペアは、これはサンペア、まあ、つまり、挨拶の時はよく手を合わせて、そんな感じはサンペアと言います。お祈り時もサンペアですね。プラカイは、好きです。で、プラプラは神様、好きの神様を挨拶、お祈りするとかはお月見です。で、そのペアプラカイ。そうすると、その3日間はいろいろ、イベントがあります。じゃあ、私、簡単に紹介するのは、まず、ボンオムトゥク。ボンオムトゥクは水祭りですね。つまり、ボートレースですね。でも、ボートレースは、クマイル語は、プロナントゥクと言います。プロナントゥク。プロナントゥクは、ボートレース。プロナンは、競争する。トゥクトゥクは、ボート。で、ボートを競争します。で、結構、選手たちは多いですね。多い時は50人も、一つのボートで20人も、参加します。でも今年はプノンペンは、中止になりました。なんか、アジアン、ミーティングがありますので、ちょっと、休みは休みけど、でも、イベントは、プノンペン町、州都でやらなかったです。のボートレース。でも他の州、シムリプ州とかバルモン州とかみんなボートレースがあって、結構カンボジア人はそういう田舎の方に、他の州に旅行しました。で、私、今年は他の州に行けないけど、家の近くにもお祭りがいろいろ面白い祭りがあります。ただ、ボートレースだけない。で、ボートレースの後は、ボンダイプロティプですね。ボンダイプロティプは、そのプロティプ、トーローはプロティプですね。ただ、プロティプというのは、そういうものですね。トーロー、ボンダイは浮きます。ボンダイプロティプ。でも、そのプロティプは、コントーンという言い方もあります。なんかバナナ
の葉、バナナの木とバナナの葉っぱを使って、花を片付けて、ろうそくをつけて、川に流れるのは、まあ、プロティープ、あるいはコントーン。コントーン。もう一つの言い方は、コーン。たくたくは水。コーン、コーンは提灯。水の提灯は、灯籠。そういう、地方によって言い方が違います。で、そういう、流れ、あるところは、そういう、習慣もあります。でも、プロンペイの方は、結構、国、なんか、政府が、大きい灯籠を作って、なんか、夜の時、王宮の前に、トンレサーブ側のところに、そういう大きな灯籠を、置きました。すごく、綺麗な、なんか、ライトアップをして、浮かぶと、なんか、これだけ見ても楽しい。で、あとで花火も、あって、すごい、その3日間はカンボジア、プノンペンはすごくにぎやかです。でも今年はそういう景色はないから、地方の方がそういうちっちゃいな灯籠を、みんなしました。はい。で、私の家の近くの方では、水の灯籠じゃなくて、空の灯籠をやりました。地方によって。それで、私のところは、そういう提灯を、浮かびました。これ、私の、いとこたちですね。お母さんの、まあ、楽しかったです。で、村人です。すごく綺麗。後でビデオを見せます。で、提灯はゴームと言います。ボンハーは飛びます。で、ボンハーゴーム、提灯の飛び出します。次はアンボク。はい、これはアンボクです。お米みたいですね。でもなんか薄いお米です。玄米で叩いて薄くになったらアンボク。その玄米は一番新しいお米で使います。そうするとアンボク。他の国はあるかどうかわからないけど、でもこれはカンボジアの伝統的なお祭りで伝統的な食べ物です。アンボクと言います。で、そのアンボクはいつも備えるときはココナッツジュースとバナナを一緒にお月見を備えて、これお月見になります。ココナッツとアンボックとお水となんかろうそくとか飾って、ない、なんか月見を見ながらお経を聞いて、で終わったら一緒に家族でみんな食べるとか。で、今回私家のギャルじゃなくて、もうお寺の中に他の村人も一緒にそのお祭りを行いましたので、すごく楽しかったです。すごい、お経を聞いた後、提灯の飛んだ後、そのお僕もみんなお互いに食べさせる、超楽しかったです。はい。そうすると、まあ今日の目的は皆さん、カンボジアの水祭りについて紹介したいだけです。水祭りだけじゃなくて、他のイベント、例えば、灯籠か提灯が、浮きごとと、おんぼくという食べる習慣と、お月見もあるのを紹介したいです。で、あと、ちょっと、私、昨日、これですね。お寺の中の雰囲気も見せて。
สมสักยิ่งสมสักอีมดตกนกนักนักคือเรียกที่อคติสมบังคุณควายเพื่อนรอรันเพียได้เมียนตะเทียมนายเจสนาประตอรมัยพระองค์ทุ่งพนมกะเล่นอังเจอังจอมจุกแจงแจงมีสีจุกตัวทุ่งสักสิบเป็นอันนายนายเกียพระองค์โตโตอังโตทุ่งติดใจสลายกันติดไปยังตะพงลุกตุ้มประสาทมาควรประสาทมาขัดลุกประชันตะพงปานมาตุกว่าได้ทั้งหมดนะคะยินดีที่ได้รับตัวสักพอเอาไม่ได้ทั้งใจขอทุกสักสักในผลอันนายเพียงตะพงทุ่งซ่อนว่าวันเดียวนี้ทำไมจะแพ้ตัวขอทุกสักสักเรื่องนี้ไอ้เจ้าหยุดยิงด้วยได้เป็นนายแทนตาในกรุงไทยทุกสักสักเรื่องอันนายแต่เป็นตาเติมอ้างกับพี่ด้วยส่งรอวันเดียวหยุดยิงตอกสักนายกระมุกกระมวยอ้างกับพี่ด้วยทุกสักสักすごい、スキミ。スキが綺麗ですね。じゃあ、もう一つのビデオは、あ、いやいやいや。これ。なかなか歌うな。調子の歌舞、飛び出すとか。さあ、これやな。よくあんな、よくあんな。私のお母さんです。はい、どうですか？参加したいですか？ぜひ来年日にちはいつも変わるから、でも大体10月末か11月の上旬ぐらいはお水祭りですので、もし来年カンボジアに旅行したらおすすめのお祭りですので、ぜひ参加してください。で、遠慮なく私にも連絡したら案内しますよ。じゃあ、そのこんちらん、ジョブリブリエ、ビッグリエ、ボノムトゥ、バイバイ。